皆さん、こんにちは。現在ドラマやバラエティ、ラジオなど数多くの番組に出演し、テレビで見ない日はないほど大活躍している人気アイドルグループ SnowMan。 まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで芸能界を駆け上がっていますが、メンバー9人全員に色があり魅力的ですよね。今回はそんな SnowMan のメンバー9人を人気順にランキング形式でご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。SnowMan人気ランキング1位、目黒蓮。 SnowMan人気ランキング堂々の1位は目黒蓮さんです。目黒蓮さんのファンになったことをきっかけに SnowMan も好きになる人が多いとも言われているほどの人気っぷりです。目黒蓮さんは1997年2月16日生まれの東京都出身です。 SnowMan の中でも2番目に身長が高く、スタイル抜群の目黒蓮さんは俳優としてもモデルとしても大活躍しています。2022年に連続テレビ小説「舞い上がれ！」への出演で注目を集め、大ヒットドラマ「サイレント」の主演で大ブレイクしました。その後も映画「月の満ち欠け」、「私の幸せな結婚」、ドラマ「トリリオンゲーム」など立て続けに出演したことで、 SnowMan をよく知らない人にもその名が知れ渡ったのが大きな理由です。また第46回日本アカデミー賞で優秀助演男優賞と新人俳優賞 5W 受賞、第15回玉映画賞の最優秀新進男優賞を受賞するなど、俳優としての評価も高く、まさに納得の結果ですね。また VIVI 2023年上半期国宝級イケメンランキングで1位を獲得し、2022年下半期からの2連覇となり殿堂入りを果たしました。クールでミステリアスな雰囲気ながら、ちょっと抜けてるところのギャップがたまらん、この声も上がっている目黒蓮さん。左手に持っていたゴミを捨てようとして、右手に持っていた携帯を捨てるといったことがよくあるそうです。 SnowMan 人気ランキングに渡辺翔太。 SnowMan 人気ランキングにはショッピーの愛称で親しまれている渡辺翔太さんです。渡辺翔太さんは1992年11月5日生まれの東京都出身です。グループの中でも際立つ美しい歌声の持ち主である渡辺翔太さんはメインボーカルを任せられることも多く、グループ音楽面でも支えています。また自他ともに認める美容マニアで、肌のケアなど美容への関心が高く、美容クリニック5軒掛け持ちしているほど美容へのこだわりが強いようです。2022年12月には美的で同年より新設された賞である美的ベストビューティマンを史上初受賞するなど、独自のポジションでファンを魅了しています。渡辺翔太さんは美容だけでなく私服にも力を入れており、シンプルで爽やかなコーデをさらりと着こなしています。サカイやバレンシアガなどのハイブランドやナイキなどのスポーツブランドまでかっこよく決めるおしゃれさ。俳優としても人気があり、2023年にはセクシーゾーンの菊池風磨さんが主演を務めたフジテレビ系列ウソコーンに出演しました。2024年には連続ドラマ単独初主演を果たし、日本テレビ系新ドラ先生さようならで高校の美術教師に抜擢されています。 SnowMan 人気ランキング3位、佐久間大介。 SnowMan 人気ランキング3位はピンクの髪がトレードマークの佐久間大介さんです。時々金髪や黒髪にしてはたちまちピンク髪に戻し、その都度話題になるほどの注目度です。佐久間大介さんは1992年7月5日生まれの東京都出身です。そんな佐久間大介さんはアニメオタクでも知られており、自宅にはオタク部屋があり、フィギュアやアクリルスタンドなど大量のアニメグッズをコレクションしていたり、趣味が高じて声優にもチャレンジしています。また佐久間大介さんは SnowMan の中でも際立つ多彩な才能の持ち主と言われているようで、幼少期からバレエを習っていたため体幹が良く、ダンスやアクロバットが得意です。しかし意外にも球技は苦手らしく、2020年10月に放送されたフジテレビ系ミュージックフェアでは運動神経が悪いメンバーに全員一致で佐久間大介さんが選ばれています。他にも佐久間大介さんは明るいムードメーカーで、朝の番組「夜明けのラビット!」でも視聴者を魅了。さらに2024年には映画「マッチング」でストーカー役を開演するなど、本当に幅広く活躍されています。そのジャンルの幅広さが人気の秘訣となっているようですよ。 SnowMan 人気ランキング4位、ラウール。 SnowMan 人気ランキング4位は SnowMan の最年少メンバーのラウールさんです。
2003年6月27日生まれの東京都出身であるラウールさんですが、ベネズエラ人の父と日本人の母との間に生まれたハーフです。本名は村上マイト・ラウールというようです。しかしラウールさんは東京生まれであり、ベネズエラには一度も行ったことがなく、公用語のスペイン語も話せません。スノーマン一の高身長190、トイル身長2手足が長く抜群なスタイルのラウールさんですが、ハーフだからではなく父親譲りだとか。ラウールさんは2023年1月に幼児山本クールオムのショーにてモデルとして出演し、パリにてランウェイを歩きパリコレデビューを果たしました。同年9月には東京ガールズコレクションに連続10回目の出場をし、キラキララメメイク&衣装にて登場。またダンスの世界大会で準優勝をしているラウールさんは、ダンスの師匠リエハタ氏が振り付けた圧巻パフォーマンスを見せました。スノーマン人気ランキング5位、向井康二。スノーマン人気ランキング5位はジーコや康二の愛称で親しまれている向井康二さんです。1994年6月21日生まれの向井康二さんは奈良県出身で、関西ジャニーズジュニアでの下積み期間の後スノーマンに加入してます。スノーマンとしてデビューしてからも関西弁を生かしたトークとリアクションで数々のバラエティ番組に出演。芸能人が本気で考えたドッキリグランプリやアイアム冒険少年などでレギュラーを勝ち取り、グループの知名度アップにも貢献しました。また実はハーフだったようで、タイ人の母と日本人の父との間に生まれており、タイで生まれしばらくはタイで育ちましたが、その後奈良に戻り日本の学校に通い始めたようです。さらに母がタイ人で日本語が苦手なため、向井康二さんも実家ではタイ語で話しているようです。2023年11月17日放送の TBSK「それスノーマンにやらせてください」では阿部亮平さんとタイを訪れ、タイ語を披露していました。東京で一人暮らしをするようになってから料理を始め、料理好きで知られている向井康二さん、得意料理はチンジャオロースとか。2023年9月に放送されたラジオ番組「スノーマンのスノマンマ」では塩へのこだわりを語り、8種類の塩を使い分けているそうです。しかし宮舘涼太さんは14種類の塩を持っているそうで、あーん超えてきた横の人と突っ込んでいました。スノーマン人気ランキング6位、岩本照。スノーマン人気ランキング6位はトレーニングが大好きなひーくんこと岩本照さんです。岩本照さんは1993年5月17日生まれの埼玉県出身です。6歳の頃からダンスを習い始め、小学校3年生の頃には大人と同じクラスで踊っていた岩本照さんはスノーマンのリーダーであり、グループ一のダンスレベルの持ち主です。ジュニア時代からの振り付けをしており、岩本照さんが振り付けを担当したスノーマンの楽曲も多くあります。2023年7月に YouTube に公開された岩本照さんが振り付けを担当した楽曲「パワー」は動画の概要欄に「マッスルな振り付けに注目」と記載が。トレーニングジムのようなセットで筋トレをしているようなダンスの振り付けもあり、コメント欄には「さすがミスター岩本最高」など反響を呼んでいます。岩本照さんといえば「サスケ」でも有名。体脂肪 4% というトップアスリート並みの身体で、2017年に念願のサスケへの出場を果たし、その後毎年出演しています。2023年12月27日に放送の TBSK サスケ2023第41回大会への出演も決定し、ファンからも喜びの声が SNS 上に上がっています。さらに2024年はドラマ「恋する警護24時」でボディガード役で主演予定など、活躍の幅を広げています。一方で優しい笑顔や甘いものが好きなど、クールな雰囲気とのギャップもファンに愛されるポイントになっているようです。スノーマン人気ランキング7位、阿部亮平。スノーマン人気ランキング7位はスノーマン一のインテリで知られる阿部亮平さんです。阿部亮平さんは1993年11月27日生まれの千葉県出身です。上智大学大学院理工学部を卒業し、合格率 5% 前後と言われている難関の気象予報士の資格を持っていることで知られている阿部亮平さんですが、高学歴の知識を生かしてクイズバラエティ番組「クリームクイズミラクル級」や才能を競うバラエティ番組「プレバト」にも出演。2022年には24本のクイズ番組に出ており、勉強キャラとしての地位を確立しています。
またフジテレビ系ライブニュースビットのマンスリースペシャルキャスターとしても活躍。尊敬する桜井翔さんのようなキャスターを目指す努力家です。さらに勉強だけではなく、小さい頃からダンスを習っていたため、ダンスセンスも抜群だといいます。阿部亮平さんといえば、スノーマンのあざと番長としても有名です。2021年9月に放送されたテレビ朝日系あざとくて何が悪いのを見て、渡辺翔太さんが彼は常習犯と語っています。渡辺翔太さんと一緒に出演していたラウールさんによると、抜かれる瞬間に頑張ってくださいと計算してやっているとか、あざとい阿部亮平さんの発言や仕草にファンはメロメロですね。スノーマン人気ランキング8位深澤辰哉。スノーマン人気ランキング8位はスノーマンの最年長であり MC 担当の深澤辰哉さんです。深澤辰哉さんは1992年5月5日生まれの東京都出身です。スノーマンの中でも MC をしたりボケることが多く、バラエティでも活躍する深澤辰哉さんですが、入所当初はカッコつけを目指していたそうです。しかし当時滝沢秀明さんに、カッコつけるのは誰でもできる、お前は3枚目を目指した方が向いていると指摘を受けたことで方向転換。モノマネが得意で、亀梨和也さんや松本潤さんなどのモノマネを披露しており、中でも河合郁人がやる松本潤のモノマネが18番だそうです。また自称ミスタークレーンゲームというほどクレーンゲームを得意としており、過去に景品を取りすぎてゲームセンターを出禁になったことがあるそうです。2023年10月に放送された TBS 系再現できたら100万円神業チャレンジにて、クレーンゲームに2度目の挑戦をし、神業チャレンジを成功させ100万円をゲット。同年10月には嵐の相葉雅紀さんが主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ今日からヒットマンに出演しています。地上波での連続ドラマへの出演はおよそ10年ぶりだそうで、X では話題になりトレンド入りをしていました。またファンの間でリアコ枠と呼ばれることも多い深澤辰哉さん、普段の2枚目いじられキャラとパフォーマンス時の色気のギャップや、綺麗な手や切れ長の目元などパッツの美しさなどが熱狂的な支持を得ています。スノーマン人気ランキング9位宮舘涼太。スノーマン人気ランキング9位は伊達様の愛称で親しまれている宮舘涼太さんです。宮舘涼太さんは1993年3月25日生まれの東京都出身です。伊達様の愛称で親しまれている宮舘涼太さんは、気品のある立ち居振る舞いや言動から、貴族キャラ、ロイヤル担当として愛称がつきました。本人的にはなんか本当の俺と違うよと思った時期もあったそうですが、カトゥーンの亀梨和也さんの言葉で、伊達様ね、はいはい分かったよと受け入れられるようになったそうです。2023年11月に開設した宮舘涼太さんの個人のインスタグラムには、プロフィール欄に舘様が記載されていますね。スノーマンの中でも前に出るタイプではなく、静かでクールな印象の宮舘涼太さん、最近ではバラエティ番組でいじられキャラが定着しています。尊敬する先輩は亀梨和也さんであり、2024年1月からのフジテレビ系木曜ドラマ5億では、連続ドラマ初出演で亀梨和也さんのライバル役を演じています。また宮舘涼太さんは料理上手でも有名であり、テレビ番組や YouTube チャンネルなどで料理の腕前を披露し、得意料理はローストビーフ。2021年10月に放送された TBS 系ラビットでは、生放送で料理を作っていました。終盤でスノーマンの楽曲に合わせ、体を動かしたりカメラ目線になったりと、ノリよく料理を作る宮舘涼太さんに番組では笑いが起こり、 X ではトレンド入りに。しかし料理の腕前がプロ化を負けレベルなのは間違いないようです。いかがでしたか。今回はスノーマンのメンバー9人を人気順にランキング形式でご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。